はい、ということでどうもこんにちは、コールです。今回は、単発企画なんですが、今回ココナラというアプリというかサイトでアイコンを依頼してみました。あのアイコン欲しかったんで、でいくらかなっていうのを探してて、この人のこちらですね、この SNS 用アイコンの1000円のやつっていうのを見つけて、はっ、なんて1000円でこれ書いてもらえるってマジってなったんですよ。でサービス詳細を見ると、このオリジナルイラストでこれ似顔絵を送ったら似顔絵で書いてくれるって書いてあったんですね。どこだったっけ、ほら、似顔絵を希望の方は写真を送っていただいてます。はってなって、1000円でやってくれんのってなって依頼してみたんですよ。でそれをお願いしたのが1月2日です。で、まあ、こちらですね、こういうネタとの注意、さっき見たやつで、その後に送ったわけですよ。このままネットでアイコンを使用したいので自分の顔に少しだけ似せて、あとはかっこよく描いてもらうのは可能ですかってっていうね、はい。でアイコンになんか始めたのでって書いた後に、1月3日の22時、まあ、正月に送ったんでね、まあ、それは連絡遅れますよって話なんですけど、でお写真を元に雰囲気だけにすることもできますので、まずはお顔がわかる写真をお願いしますと。その後僕がちゃんと写真を渡して、ラフができましたので一度お送りします、何かありましたらお気軽にどうぞ、また好きな色や使ってほしい色などありましたらそちらもお願いしますって言われて、ラフはこちらになりますね。はい。でこれを見た後に、ありがとうございます、ほっぺに小さくユーコルと書いてもらうことなどはできますか、で好きな色を聞かれてたんで黄色と水色ですって答えて、さすがにピンクって言えないんで、でそしたら、あの1月4日の11時にアイコンがもうできます、できたらしいです。あの早すぎ早すぎ、あのまだ13時間しか経ってないんですよ。さらに夜中挟んでるし、でその写真がこちらになります。俺からは分かるんだけどね、あのね 3.5 倍、いやそれはさすがにないか、でも3倍ぐらいはかっこよくなってる。だって目つきこんなかっこよくないし、俺こんな綺麗な笑顔できないしみたいなね髪型ボサボサやしみたいな、いろいろツッコミありますけど、めっちゃかっこよく描いてもらえたって話でした。よかったら皆さんも依頼しに行ってみてくださいっていう単発ネタでした。ご視聴ありがとうございました。